大丈夫。じゃあカメラ切り替えます。いやーもう超怖えんだって。こんな感じだよ、こんな感じだよみんな。いや怖すぎるでしょ、うん、そう落ち着くでしょ。逆にライトなかったら何も見えねえから。いやめっちゃ暗いよ、うん、暗いよ、真っ暗だよ、うん、俺は霊感ないっすね。霊感ないけど、なんかよ、なんかロハコさんがね、来い来いって言うんですよ、うん、やだなぁ、なんで俺を誘うんだろうな。ロハコさんは待機、一人で行けだって。一人で行かされてますね。街灯が少しでもあればいいんだけど、街灯がマジでないかんね。意味深だよね。ロハコさん、今日ニコ生やるらしいよ、でも後で。前座です、僕は。前座。ああ、この前の件もあるからね。ああ、何これ。わかんない。何今の。3倍目ヒカルの配信見てる。ふざけんなよ、本当に。ふざけんなよ。ちょっと待って、企画の主が他の配信者見てるってどういうことだよ。なんで3倍目ヒカル見てんだよ。おかしいだろ。あなた、今回の企画の主役でしょ?ロハコさん。ちょっと、空気読んでくださいよ。普通、え?何今の。え?何今の。え?なんか変な音しなかった？なんかすっげえでっかい音したんだけど。何今の。え?ちょっと待って、すぐ道路だからちょっと急ぎ目で行くわ。いや、わかんない、俺も。何今。もうすぐ道路ですね。うん、なんだ。またキノコだよ。もうやだな、怖えな。ああ、でかい道路着いたわ。野生動物いるだろうね。ここ通ってきたんだぜ。超怖くない?この暗いの一人で通ってきたんだよ。やばいんだけど、高坂電車いらっしゃい。ね、でっかい音したんだよ、今。すげえ怖かった。ああ、もうやなんだけど。いや、戻んねえよ、バカ。なんで戻るんだよ。空気読めよ。ああ。何この看板。意味がわかんない。お、まるまるだ、久しぶり。怖。いや、もう嫌なんだけど、マジで。でかい道路着きました。うん、銀杯の話題に夢中でお前のこと忘れてる?何銀杯って。何銀杯って。ちょっと、急
画主、自分はしっかりしてよ、本当に。おかしいでしょ。企画の主がこんなんで。ロアコさんは大義してるね。うん、行くよ。私有地じゃないらしいよ。公園らしいよ。わかんないけど。ここですね。うん、あった。超怖いんだけど。超怖いんだけど、行かないとダメ。ここが神社っぽいよね。本丸だね。行く？入ります。桜木神社って書いてある。ロハコさんがついてくるべきだよな。すげえ怖い。ワイプ消すね。ワイプ消すよ。真っ暗で見えないから。あ、なんか落としたんだけど。何ちょっと待って、戻るわ。何今の音。今音したよね。今音しなかった？なんかでっかい音。ラップ音みたいな。戻るでしょ。そんな入り口でパーンってなったら。聞こえた？したよね、今。いや、べきじゃない。失礼します。超怖え。鳥居くぐりますよ。べきって音した？いや、ビビるだろう、こんなの一人で。ピンボケが治んねえな。ピンボケが治んねえな。なんでボケるの？さっきまでピント合ってたよね。なんだ？ピントが合わねえな。音がずれるね。誰かいる？誰か映ってるんだけど。誰ですか？誰だろう？今影映んなかった？影いた？影映ってない？すげえ怖え。何？いや、今人いたよね。人いたよね。人いなかった？見えなかった？怖すぎるんだけど。人いたよね、今。何ここ。超怖いんだけど、ライトアップ。すげえ怖い。物々しさがやばいんだけど。いや、わかんない。とりあえず回って、裏を回れって言われたんだけど、裏回る？ちょ、怖いんだけど。今日3人でコラボっすよ。これ怖すぎるでしょ。
雰囲気やばすぎるんだけど。全然怖くない。いいなぁ。何あれ？何あれ？いや、わかんない。今回ってんじゃないの？森の中。さっきの。これなんだろう？お墓かな？おぉ！お墓、お墓。なんだろう。いや、でも。え、神社ってお墓ないの？え、今は何じゃ？神社ってお墓あるんじゃないの？みょんみょんって聞こえる？みょんみょんはわかんねえわ。おっと。笛の音したかった？え、今笛の音したかった？ん？今笛の音聞こえた人いる？ピュー、なんかすごい。笛の音聞こえた人いる？今。来たよね。え、聞こえなかった？なんかすごい高音の音で、笛の音聞こえたんだけど。何今の笛の音。すごい、かすかにだよ。今鳴ったよね、笛の音。いや、もう一回聞かせて、ああ！誰？怖っ。何あのお化け。一番怖いでしょ。一番怖いでしょ。え、でも違う、笛の音しなかった。笛の音、聞こえなかった。笛聞こえた。え、何聞こえたって。あ、ロワカさん、これありがとうございます、うん、どう？いや、感想。いや、笛の音が、うん、リスナーも聞こえた。いや、聞こえた人が2人ぐらい。うん、なんですか。和道さんは？僕聞こえましたよ、笛。聞こえたと、右と、どの辺で聞こえた？曲がる、上の方。じゃあ、こう、四角の。あ、四角、右に入るじゃないですか。うん、右から回って出るところ。だから、こっから見ると左側の方ですね。左？はい。左の真ん中の辺？あ、そうです、そうです。うん。つい最近首つったってことだ。え？柵が壊されてたでしょ？え、どこですか？ずっと、はい、紐があって、最近自殺したとこは現場検証するためにその柵を取って、はい、え、PTPT なんで？ちょっと待って、待って、PTPT？ え、なになに？こうしてあるよな。座りますか。ちょっと待ってください。あ、ロハコちゃん、シャックン、いらっしゃい、うん。今仕事で、人歩いて、人歩きましたよね。うん。あとさ、はい、まだ枠何残り？あ、延長枠なんでまだまだ。はい。じゃあさ、はい、この左側に張っついて、はい、この森が終わるとこまでずっと放送してくれば。森もうやりましたよ。僕もう怖いですよ。
こっちの端っこの遊歩道、こっちのね。ああ。から、はい。切れるとこ、かなり向こうなんだわ。止まれ、はい、いや、もういいっす、もういいっす、もう怖いんで。ん？もう怖いんで。え、っていうよりも、その自殺の話、PTPT だったんで。うん。もう一回してもらってもいいっすか。ん？何があったんですか？え、首吊り自殺って。あの鳥居に首吊りをした。で、朝お参りに来たおばちゃんが。え、鳥居で首吊ってるんですか？あの石の鳥居。マジっすか？うん。いつ頃っすか？知らない。それは海老蔵さんに聞かないと。うん。まあ、ルート23ってこの辺に住んでる人がいるから、はい、その人に聞けば地元のニュース聞いてるだろうしね。うん。え、PTPT だって。うん。こっち来ると PTPT が多いよね。中では結構サクサクだったんじゃない？うん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。